2024年度護衛艦カガがアメリカへ渡航し、F-35B 戦闘機の認証プログラムを実施する中、台形だった艦首が四角へと魔改造された最大の理由は一体何でしょうか。今回は、海自、ついに、護衛艦カガ F-35B 満載化、艦首四角への変更は、台形役不足、出雲災害対策の現状と課題とは、を詳しく見ていきます。護衛艦出雲は、能登半島地震への派遣はされていない状況でした。今後、地震災害への対応の変化も詳しく見ていきます。F-35B 戦闘機を艦載しての訓練は2024年度見れるのかな？出雲は認証されていて艦載可能ですよね。日本では、新年の2024年1月1日に能登半島沖地震が発生、正月モードに包まれた列島の雰囲気を一変させる緊張感が走ったが、これまでの阪神淡路大震災や東日本大震災比較すると、地震の規模的には少なくて済んだ。それでも、被災地である能登半島は、山間部や海岸部に、比較的に小規模な集落が散在する、地理的な環境下にあったため、主要な道路が寸断されたことで、救援の遅れが発生、今も予断を許さない状況が続いている。こうした大規模な自然災害の発生に際して、当然、自衛隊の部隊が救援に差し向けられてはいるが、例えば、海上自衛隊で、最大規模の大きさを誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の投入は、今回は行われていない。これについて、政府の災害対策の不備を指摘する声も一部では散見されるが、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦のような大型艦艇には、入港が可能な大型の港湾設備が不可欠であり、今回は、その投入が不可能な地域となっている。そのため、物資の搭載量や、その運搬手段としての大型の回転翼機を、最大で14機も運用可能であり、艦内には、充実した医療設備を誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦も物理的に用いることができないことは、はためにも心苦しい。1日も早い能登半島の被災地の救助と復興を個人的には望んでやまないが、大型艦艦艇であっても、いかなる事態にも対処が可能ではないという、厳しい現実は、残念ながら日本国民としては受け入れざるを得ない状況である。こうして、能登半島沖地震では、投入が不可能な状況にある海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だが、1番艦出雲と2番艦加賀の両艦は、今も航空母艦化改修工事を現在進行形で行っている最中にある。前述したように出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、現在の海上自衛隊の艦艇において最大規模を誇り、基準排水量で 19,500トン、満載排水量で 26,000トン、全長 248.0m、全幅 38.0m という艦隊を備えている。海上自衛隊の艦艇の種別を示す艦首記号では出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は DDH と呼称されており、前級であるヒュー型化を拡大、全通式の飛行甲板を元より完備し、ここからは最大で5機の回転翼機の同時離発着が可能である。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦である出雲は2015年3月に神奈川の横須賀を母港とする第1護衛隊軍第1護衛隊へ、2番艦の加賀は2017年3月に広島の呉を母港とする第4護衛隊軍第4護衛隊に配備されている。今でこそ出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修工事は当然のように進められているが、1番艦である出雲は収益を果たした年の2015年7月に、早くも短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化が報じられた。この時は、そうした報道を、時の日本政府は、否定するコメントを発し、今年で9年前とはいえ、海上自衛隊が、いわゆる固定翼機である F-35 ライトニング 2B 型を運用する航空母艦を保有することに、大きな反対が巻き起こることを懸念していたと考えられる。これは、まさに、
日本国内における海上自衛隊の航空母艦の保有が、まだまだ、一般の国民からのコンセンサスを得ていないとの判断の上で発せられたものと想像でき、そこから、わずかな期間で、大きく風向きが変わったことの証左でもあろう。すでに、中国は、この2015年時点の3年前の2012年9月には、最初の航空母艦となったウクライナから使用用途を偽って入手した遼寧を就役させており、日本を取り巻く外的な安全保障環境は大きく変化しつつあった。これと前後して、個人が所有していた尖閣諸島の魚釣島、北小島、南小島の3島を国有化し、南西諸島方面の防備を強化する方向に舵を切ったが、この決断が中国に影響を与えたことは間違いない。その祖も、尖閣諸島に対しては、1970年9月に、台湾の一部の団体が上陸し、自国の一部である旨の活動を起こしたが、今の中国共産党政府は、台湾は自国領であり、したがって、尖閣諸島も、自国領であるとの前提に立っている。こうした中国側の主張は、自国が、海軍力や海峡局の増強を行うことによって、2000年代以降に、着実に実力的にも強化され、尖閣諸島の周辺海域への恒常的な侵入を繰り返す事態を招いており、危機的な状況を招いている。こうした状況を受け、2016年12月には、日本政府も出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦の航空警護艦化改修を公のものとし、同艦を建造したジャパンマリンユナイテッド社に対して、無人航空機や F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を検討する動きを本格化させた。この時点で、尖閣諸島をはじめとする南西諸島防衛に対して、日本政府は、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化のコンセンサスを国民から得られたと判断したものと思われ、その既成事実化が一気に進んだと言えるだろう。2018年末に閣議決定された第30期の防衛計画の大綱においては、先のジャパンマリンユナイテッド社に委託した研究結果をもとに、海上自衛隊の既存の艦艇からのストブル機運用、つまり F-35 ライトニング 2B 型の出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦への搭載が規定路線とされた。こうして、航空母艦化改修が決定された出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に対して、防衛予算上では、2020年度31億円、2021年度203億円、2022年度62億円、2023年度52億円が投入され、一気に、その動きが加速していった。そして、2023年末に閣議決定を経た2024年度の防衛予算案では、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修費用として、過去最高額の424億円を投じることが決まり、その大半を占める421億円が、一番艦出雲の改修に充てられる。同様に、2番艦の加賀には、3億円と非常に少ない投資額となっているが、これは、加賀が出雲に先んじて、2021年度末から2024年度末にかけての1回目の工事で、すでに最も大掛かりな監視甲板形状の変更を実施済みであるためだ。加賀は、すでに、2023年4月には、最も費用的に高額な監視甲板形状の変更を終えており、逆に、出雲は、2024年度から開始される工事内容に、この部分を含んでおり、現状では、両艦、ともに、2027年度を、目途に、すべての改修工事を終える予定である。一方、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が、艦載機とする F-35 ライトニング 2B 型の取得費用は、2020年度が793億円で6機、2021年、27機で4297億円、1機あたりの平均では159億円ほどになるが、全体では、航空自衛隊では、42機の F-35 ライトニング 2B 型の調達を計画しており、
残り15機も2025年度以降の予算に組み込まれることとなる。そして今年2024年には最初の2020年度予算で計上された F-35 ライトニング 2B 型6機が納入される予定であり、配備先は暫定的に宮崎県の新田原基地になると公表されており、初の1個飛行隊が編成させることが予想される。航空母艦化改修が2027年度までには完了するとめされているいすも型ヘリコプター搭載護衛艦だが、実際に F-35 ライトニング 2B 型を艦内に収容するキャパシティは1最大でも10機前後と言われており、絶対数としては必ずしも多くはない。この点から軍事的な戦力として見た場合、いすも型ヘリコプター搭載護衛艦の航空戦力は極めて限定的であるというのが実情であり、航空母艦化という形容に過大な戦力投射を期待するのは禁物ではあろう。